今回は肩こり、首こり予防の体操を一緒にやっていきましょう。はい、それではまず肩の力を抜きます。肩をしっかり上げて、はい、ゆっくり下ろします。さあ、息を吸いながら上げて、吐きながら下ろしましょう。あと2回いきます。上げて、はい、下ろす。あと1回です。上げて、はい、下ろしましょう。はい、それでは背筋はまっすぐのまま、手を前に組んだら背中を軽くしてみます。肩甲骨の間しっかり伸ばしていきましょう。はい、それでは背中を起こしたら次は手を上に向けます。気持ちのいい程度です。はい、もう一回ずついきます。背中を丸くして、呼吸は大きく、はい、上です。肩が痛い方は無理をしないように、上げれるところまでで大丈夫です。はい、それではそのまま右の手首を持ってください。上に引き上げながら横に倒しましょう。脇腹のあたりしっかり伸びてますか？はい、戻して、はい、反対に変えて倒しましょう。戻します。はい、それでは肩周り大きく動かしたいと思います。手を顔の前で合わせてください。ここからゆっくりと開いてみましょう。はい、閉じて、はい、肘は肩の高さで動かしてみましょう。開いて、はい、閉じて、開く。開いた時に肩甲骨の間ギュッと力を入れます。さあ、あと1回いきましょう。はい、一度力を抜きます。はい、それでは次は手を万歳から、はい、下ろす。上から下の動き、下に下ろす時は少し後ろに引っ張ってあげるといいと思います。上げて、下ろす。肩周り痛くないですか？気持ちのいい程度で動かしましょう。さあ、あと1回いきます。はい、しっかり下ろして、はい、 OK です。はい、肩の力抜きましょう。さあ、肩甲骨周り少し温かくなってきましたか？さあ、次は首周りを伸ばしていきましょう。まずは頭を右に倒して、では手は力を抜いて下に下ろしておきましょう。ここですね、首筋しっかりと伸ばしていきます。はい、では一度起こしたら反対へ伸ばす。はい、次は下に倒します。一度同じ動きをいきますが、次はより大きく動かしたいと思います。頭を右に倒したら、頭の横を反対の手で引っ張ってみましょう。この時に肩はしっかりと下に下ろす気持ちです。さあ、じっくりと伸ばしていきましょう。はい、ゆっくりと戻して、反対へどうぞ。頭を少し引っ張ります。痛みが感じない程度で気持ちよく伸ばしてみてくださいね。はい、戻します。はい、それでは下を向いたら頭の後ろ、両手で少し押さえてやりましょう。後ろをじっくりと伸ばしていきます。はい、では戻しましょう。さあ、最後は首をゆっくりと回して終わります。頭を下から右回し、
反対回しをいきましょう。大きくゆっくり、もう一度ずつ回します。はい、下に戻したらゆっくりと正面に起こします。ではね、パソコンや読書など、長時間座っているときは間々でね、少し体を動かす、肩周りを動かして、ほぐしてあげてください。はい、ではお疲れ様でした。